はい。そうしましたら、今回も質問答えていきたいと思います。えー、在の記者のレベルを上げたのは維新だけど、橋本徹氏が辞めてからここまで下げたのも維新だよね、ということなんですが、うーん、まあ、記者レベルがね、下がったのは、実はですね、えっ、ー、と、在阪の場合は、中の人事がどうも行われたらしいんですね。で、都構想の時とかに、 都構想のこと全然知らないね、えー。記者が配属されるようになったりだとかっていうのをちょっと聞いております。ですから、あの、記者のレベルを下げたの維新じゃなくて、メディアの側こそが勝手にレベル下がっていったってことですね。だから、あの、維新自体は別に全然変わってないし、むしろこう、パワーアップしてるんですけど、大阪の場合はね。えー、それに対応する記者がですね、 なんかこう、レベルの低い人をメディアの、まあその在販記者の方が、在販記者のか本会社の方ね、まあテレビ局だったり新聞もそうなんですけど、そこがなんか当てがうというですね、ちょっとよくわからない状況になってます。まあですからね、あの、その結果としてね、あの、大阪なんかでは、 まあ、いわゆる、あの、在阪の新聞の売り上げなんか、どんどんね、契約数も減ってって、えー、部数も減ってって、みたいなことになってますからね。まあ、自業自得かな、というふうに思ってます。だから、維新はあんま関係ないと思いますね。はい。 維新の会は山太郎のパフォーマンスを見習うべきと思いますがどうですかえっ、ー、と、このパフォーマンスが一体何を意味しているのかよくわからないんですけれども、あの、パフォーマンス パフォーマンスだけだと別に見習う必要はないと思いますね。というのは、まあ、あの、令和は今ざっと見ても、まあ、ね、個人的には中身がないパフォーマンスをやってるように見えるので、えー、まあ、そういう意味でのパフォーマンスだったら別にする必要はないかなと思います。ただ、毎日配信してるよねっていう意味であるならば、これは毎日配信するようなことはやった方がいいです。もちろん中身のある形でね。 うん、配信した方がいいかな、というふうには思いますね。特にまあ、代表者が配信してるってことになるんで、令和はね。やっぱり維新の場合も代表者が毎日毎日、まあ、配信するっていうふうな形をね、まあ、ったらいいと思います。まあ、ただ、大阪の場合は、大阪維新の場合は、大阪維新の会の代表がまあ、吉村さんなんで,で、吉村さんの場合は毎日ね、えー、 不知事として、それから政務として、まあ会見毎日やってますんでね。まあそれはそれでいいのかなっていうふうに思います。あとはだから日本維新の会の方でね。まあ今、馬場さんになっていますけれども、まあ馬場さんが毎日毎日何かしら配信すればね、いいのかなという気はいたしますっていう気はしますね。まあ馬場さんだけじゃなくても毎日誰かがね、えー、交代で、まあ日本維新の会のその、お まあ、日本維新の会、まあ、国政の方としてね、配信するっていうことだったらいいかな。今、毎日、まあ、ほぼ毎日やってるのは、あの、松井一郎大阪市長としての松井さんの、まあ、配信と、その後の政務ぐらいになってるんでね、もう少し、こう、毎日毎日、まあ、入れ替わり立ち替わりでもいいので、誰かが生配信すればいいんじゃないかな、とは思いますって感じです。 はい。じゃあね、えー、またね、どしどし、えー、質問を送ってください。ありがとうございました。